邪魔すんなっつってんだろ。うちはサスケんとこに行きてんだよ。邪魔するなって言われてもね、マダラ様に誰も通すなって命令されてんだよね、僕ら。それにサスケだっけ、言っても無駄だと思うよ。もう死んでるって。てめえ、カリンのあの慌てよ。サスケ君に何かあったことは間違いないよね。サルトビ先生、私たちで奴をやります。あなたたち、絶腕任せたわよ。逃さないわよ。なんすか、いきなり。どいてもらいましょうか。君たち僕を倒して先に行くつもりですか。そんなことさせないって。マダラ様の命令は絶対だし、もし守らなかったらどんなお仕置きされるか分かったもんじゃないよ。マダラと私、どちらが恐ろしいか教えてあげないとね。ゴトン決まる。わしを死に追いやったお前とまさか共闘することになるとは。憤りと悔恨の情はあるが、同時に喜びを感じる自分がいる。やはりわしは甘いのだろうか。とはいえ、見れば見るほど面白い体をしているわね。その体でも恐怖を感じるでしょう。さあ、さっさとサスケ君の元に向かう。いてて、あとはわしに任せよ。ではよろしく。サスケ！誰だてめえ。サスケに何してやがる。なるほど、あなただったのね、カブト。ここへ急ぐ一行を感知してましたが、やはりオロチマル様でしたか。は？こいつがカブト。ここに何をしに来られたんです。あなたこそ。つうか、サスケに何してやがる。さっさとどきやがれ。落ち着きなさい、カリン。よくサスケ君を感知してみなさい。感知っつっても、あいつ！サスケのチャクラを感じる。なんで？僕はもう今までの僕じゃない。サスケ君に危害を加える気もない。じゃあカブト、あんたがサスケを。そう、僕の医療忍術と研究し尽くした柱間細胞を使って彼は一命をどうにか取り留めたんだ。サスケ、よかった。しかしカブト、あなたがここにいるということはイタチのイザナミの術を解いたってことだけど。そうです、僕は自分を認めず何者かもわからないでいた。でもイタチはイザナミを使って僕に気づかせてくれた。僕は他でもないカブトなんだと。イタチは君を死んでも守りたいと願っていた。その願いを決して無駄にはしない。
そしてそれが今の僕の願いなんだ。